おはようございます。どうもドラヘイです。皆さんいかがお過ごしですか？今日はね、まあ夜夜明けぐらいですかね、雨が急にバーって降ってきて、結構雷で起こされて、僕は4時ぐらいに目が覚めて、まあもう二度寝しようかなと思ってそのまま目をつぶっていたんですけど、まあ眠れなかったので、ね、そのまま4時半に起きて、朝から1時間半ほど基本情報処理の勉強をして、今日朝またリワークに行こうと思っております。まあね、朝毎日これぐらい逆にね、早く起きてなんか資格の勉強したりとか、なんかプログラミングしたりとかした方が自分のためにはいいかなと思ってるんですけど、どうもね、朝ちょっと体温が低くて目は覚めることはできるんですけど、ちょっと体が動かないなっていう日が続いております。まあね、そういうのもね、癖づけしていったらだんだんできるようになってみるかなと思うんで、頑張っていきたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。